世代交代が決まったとき最初に思ったことは何ですか衝撃すぎて、うん、えっていう,ってう真っ白だったですね<ー>何も考えられなかったですねでも毎日毎日ちゃんと自分の中に刻んでこのセリフ を自分の中にこう落とし込んでいったので、うん、そこは整理が時間をかけてできたかなっていう。ああ、なるほど。じゃあエンディングに向かってあの今年一年とかそのくらいはあの動いていったんですか。そうですね。だけどやっぱり一番最終回の一番最後のセリフは自分で分かってて、うん、おはようございますって元気に。 撮ってて一番最後のセリフになった時に自分がマイクの前で喋れなくなっちゃって声が出なかったんですよああでその時にやっぱり私まだだやりたたいんんなっって思ったんですよね,ねこれを喋ってしまったら離れてしまうんだって思った時にはやっぱりちょっとや,ああやばかったですだから、ね、あの時間くださいって言って休ませてもらって気持ちを整理してそうですねだからちょっと鼻詰まってる声なんですけど、ね、最後ね